こんにちは。理化学研究所へようこそ。分子配列比較解析チーム、チームリーダーの苦楽重弘です。今日は私たちの研究室をご案内します。私たちの研究室では、ゲノムに含まれる DNA、そしてそれを構成する遺伝子に注目しまして、さまざまな生き物の暮らしがその情報をもとにどのように成り立っているのかを調べて、人の生命現象をより深く理解することを目指して研究しています。こちらが私たちの研究室になります。今日はこちらの研究室を存分にご覧ください。これは PCR という DNA を増幅する話題の機械です。PCR ではとても少ない量の DNA を10億倍以上に増やすことができます。1回で2倍に増えるという手順を30回以上繰り返すということをこの機械の中で行うことから2の30乗という計算になり、その計算から得られる10億倍という数字を今お伝えしたわけです。ウイルスの検査だけではなくて、生き物についての分子レベルの研究では、この PCR という手法を日常的に利用しています。ではここでクイズです。PCR という技術が開発されたのはいつ頃でしょうか？1番1930年、2番1980年、3番2010年。考えてみましょう。正解は2番の1980年頃です。DNA は遺伝情報を持つ分子の物質名です。一方、ゲノムという言葉は細胞が持つ DNA の遺伝情報1セット分を表します。A、T、G、C の4種類の文字で表される塩基という部分を DNA は含んでいます。でこの塩基の並び方を塩基配列というふうに言います。 PCR で増やした DNA 断片の塩基配列を読み取るための機械がシーケンサーです。でシーケンサーにはさまざまな種類があり、中でも超並列型と呼ばれるシーケンサーがここにあります。これは先ほどの超並列型とは異なる少し古いタイプのキャピラリーシーケンサーです。 DNA を読み取る方法を開発した研究者フレデリック・サンガーの名前を取って別名サンガーシーケンサーとも呼ばれています。これまでノーベル賞を2度受賞した人は4人いますが、サンガーはノーベル化学賞を2度受賞した唯一の研究者です。ではここでまたクイズです。通常進化の過程では核ゲノムの塩基配列とミトコンドリアゲノムの塩基配列とではどちらが早く変化するでしょうか。1番核ゲノム、2番ミトコンドリアゲノム、3番同じくらい。さて考えてみましょう。
正解は2番のミトコンドリアゲノムです。シーケンサーで読み取った塩基配列は DNA 情報を解析するために導入している計算機で解析をします。時には数週間かかってやっと結果が出るというような計算を行うこともあります。それでは最後にここで行っている研究について少し説明しましょう。ここにいるのはイヌザメの幼魚です。サメやエイは軟骨魚類に分類されます。これまで分子の情報があまり読み取られていなかったために、我々自身でゲノム情報を読み取り、他の脊椎動物との比較に用いています。他にも非常に面白い生物学的な特徴を持つ生物や、野外の重要な生物の DNA 情報を読み取って、生物多様性の基盤になっている分子のメカニズムについて研究しています。さて最後のクイズです。次のうちゲノムに含まれる DNA の塩基配列が最も長い生物はどれでしょうか。1番人、2番イヌザメ、3番トラフグ。さて考えてみましょう。正解は2番のイヌザメです。分子配列比較解析チームの研究室探検、お楽しみいただけましたか。私たちの研究室ではサメだけではなくて爬虫類のヤモリなど様々な生物の研究を行っています。もしご興味がおありでしたら、理研 BDR のウェブサイトもぜひご覧ください。